深夜のゴサロで不可解な体験。心霊体験とまでは言わないけど不可解なことが起きた。オチとかはないです。深夜1時過ぎに車に友人を乗せて、広めのゴサロで信号待ちから発進。角に大きな寺があり、その前を過ぎたら友人が、今の女の人どこ行ったんだろうね？と尋ねてきた。女の人？どこに？と聞き返すと、いたでしょ。髪長くて白いワンピースで、なんかふわふわした感じで歩いてたじゃん。と、友人が言うには、その女の人は前方から歩道を歩いてきて、寺の前あたりで不意に見えなくなったとのこと。信号待ちしてた位置から寺へは、横断歩道と左へ曲がる道を越えて左手の角、距離は40メートルほど、ゴサロなので信号機は多い市街灯もあり、深夜まで営業してるファミレスもあるので、交差点周囲は夜中でもそれなりに明るい。ヘッドライトもついてるし自分はずっと前方を中心に周囲を見ていたので、白いワンピースで歩いていたら 100% と言っていいぐらいわかるはず。私は何も見てない。いたら必ずわかる、と言うと、ちょっとやめてよ、霊感とか全然ないんだよ。と怖がりだしたが、見ているときは怖い感じはしなかったという。その手の嘘をつくような人ではないので、見たというのは本当なのだろう。それが目の錯覚か、無意識に作り出した現像か、あるいは別の何かなのかはわからない。もちろん本当に女が歩いていて、自分が見落としていた可能性もないわけではない。が、ちょっと考えにくい。その後は特に何もなかったのだが、昨日のこと？その友人を乗せ同じ時間帯に同じ場所で信号待ち。発進してすぐ横断歩道に乗りかかった時に、車から警告音、メーターには警告が表示され自動ブレーキが作動。もちろん目の前には何もなく動くものも見えなかった。5年乗ってる車だが、自動ブレーキの誤作動など一度もないし作動したこと自体初めてだ。やっぱりこの辺りには何かあるのかもね、と話しながら家に送り届けた。自動ブレーキが作動した原因は不明ですが、近くから猫か何かが横切った可能性も全くないとは言い切れません。でも、ブレーキがかかった瞬間は鳥肌がすごかったです。そのゴサロは事故が多い場所なのでは、何者かが一致たちに注意を促していたのかもしれません。霊というよりは、事故を起こした人の意識がその場に強く残っていて、ブレーキを作動させた、とか、お寺の前で見た白いワンピースの人は、散歩していてお寺に戻った霊です、きっと。